キラメン。何のり？タツチゴン。貴様ら。何で？俺様の真の姿を知っているか。あ、知ってますよ。ポンポンなんですか。サガバス。違います。わあ。両中指。やべえ。真の姿。なんだ。それはドッキリマシン。すいません、関さん、忘れてました。とうとうね、半端ないドッキリをまた思いついてしまいました。うちのね、ターボーさん、前も動画で説明したんですけども、はい、2年前ぐらいかな、ガチの架空請求の紙が家に届いて、はいはい、それ見て、7万ぐらいの請求かな、ガチで振り込もうとした。え、マジ？で、俺がもうすぐ、お前バカじゃねえのっつって、払わなくていいよ。うん、そうそうよ。って言って、そうなのかみたいな反応してたぐらいバカなんですよ。なるほど。架空請求にもう一度引っかかっている男に、うん、セルフ架空請求ドッキリを仕掛けてる。これはおもろい。もうちょっとジャーマネさんにお願いしまして、はい、ガチガチの架空請求書を作ってやる。やばくない？もう実名も出てるし、実名出ちゃってるし、これちょっと今写真載っかってると思うんですけど、まあ、こんな感じなんですけれども、はいはい、なんとですね、この紙でポストに入ったよっつって、はい、まあ置いときます。あったま青ざめます。で、まあなんとなく適当に忘れられます。俺だけ、俺がもううまいこと言うから、あ、これ出したら買ったらガチ払い出すから。で、ガチで払いすんだった瞬間にパニックになります。で、直通電話があるんですよ。直通電話じゃかけて、お前訴えてこいよ、戦ってこいって言います。電話かけます。はい、これ僕の番号。なるほどなるほど。これやばいよ。これネタバレ。おー、完璧なドッキリなんで、最近皆さん楽しんでください。私コンビニ行かせて、ほんとちょっとすぐ帰って、もう気づきガチガチでカメラ撮ったし、言い間違えたし、もっとリアル出すために今ちょうど届いてないから、靴ひも来てないみたいな感じで言うから、これポストから取ってきて、なんか髪来てたよ、髪だけ来てたっつって俺にして、俺が見て青ざめる。行ってきますよ。いいさーん、おかえりすごい遅いっつー。ちょ、僕が食べたいんだよ。早く食いたい。早く早く早く。遅いっつー。なんか長くなかった。だってキングダム読んでたもん。いや、俺の靴紐来てない。靴紐来てないか。なんかいろいろ来てる。あれ、ちょっと見てきて。あ、それ着てるパターンのやつ。ナボジュースだけ。キャザイジュースとおにぎりと、あの、リップ。リップ、ブス2人、写真撮ろう。ナボよ、ブス2人。おい、ノリ早く来い。ブスって言われてんぞ。お前だよ。あげるの、マジやりたい。やるか。あげとり、500個ぐらい買えるの、俺。なんか、まあ、言うとるわ。なんか、変な紙も入ってる。なんだ、今日から。なんか、工事のやつじゃない、これ。分かる、これも。やべ、これ、変なのフランクルード口のやばいかも。やばいかも、っていう。ん？またなんか、エロサイト見た。エロサイト見てないよ。請求？カーボン宛てに請求。なにー？あったお前。なにー？ガチガチすぎない？え？実名。またあの、KDDI じゃない？電子字未納利用証。最終言ってたら次これ何でしょう。最終何これ。いや、待てよ、普通にこいつやってるよ。いや、これやばい。え、これ、え、最初の違う違う、そうじゃなくて、そうじゃなくて、普通、こういうアダルトサイトのやつって実名出さないよ。架空請求だと、人の名前を出して送ってこない。お前の名前バレてるから。これガチモンだよ。いつ見た最後に、だな。見てんじゃねえか。いや、これ高すぎやろ、こんなん。すいません。さすがにこれはあれでしょ。またその架空のやつ。いや、これ、あの、俺の友達普通に架空請求来てて、え、普通架空請求メールとかだから、しかも。待って、心当たりなさすぎるぞ。え、だって前のとか多分実名出なかったんじゃないね。下、下なんだ、下。19万ってお前、何買えんだよ。胸さん、胸さん。俺の予備校の頃の国語の先生として。どうでもええわ。違う違う違う。普通に笑い口ない。え、何に包んであった？マジでわかんない。ここはノリが持ってきて、入ってたんでしょ。うん、普通に入ってたそう。これだけ？え、でも普通そうじゃない？俺封筒なかったよ、友達とか。え、友達は結局払ったの？普通に払ってたよ。4万、4万、4万ぐらい、4万ぐらい。なんで？じゃ払わないと。名前出る？名前出ない。うん、仕事バレてる。バレてる。そういうこと、そういうこと。そう、だから逃げれないんだよ。また？やばいこと書いてる。裁判後の処置といたしまして、給与差し押さえおよび不動産差し押さえ強制執行させていただきます。いや、僕は文字がマジじゃん、だって。いや、ピンクムービーって何？
絶対見てない俺こんなん。だって会社のだけでしょ。見たサイトで、サイトの名前と違うサイトの名前と。いつ見たの？2週間前ぐらい。ちょうど時期的に合ってるの。明日行っとかないと。土日挟むから。そうだ。19万は高いって。だって架空の悪徳業者だったら、お前がサイト見てるってだけで名前わからない。そうです、わからない。絶対に。だからおかしい。裁判所まで言ってるんだ。いや、きつい。法的に会う所で、普通に名前も国からも出されてんじゃない。架空じゃないパターンとかある。だからお金かかりますよっていうのを見てないでお前が見ちゃった。そしたら架空でもなんでもないじゃん。そっか、そうだからクリックしただけでとかあるから。全然それがほんま架空やけど、架空じゃないパターンもある。そう、ある全然。怖っ。いつもさ、何で、そう、何見てる。だいたいおすすめのやつ。何、無難なやつしか見ないから。くすびてぇ。じゃあ違うのよ。だから俺前あったじゃん、架空で。それ以来なんかもう危ないのは見ないのようにしてんの俺。だからみんな見るから。じゃあ安全でしょそこは。まあ、だから俺が見てるよ。もうだから君のやつあるよ。あ、お前何のためにだって。お前どうやってじゃあ儲けるの正しいの。くすびて変わったんだって。俺言っとくけど履歴こまめに消してるから履歴はないよ。言っとくけど。みんなそれ使ってんの。海外サイト。まあみんな有名じゃないでも。俺聞いたことないんだよ。聞いたことないことはない。聞いたことあるでしょ。お前いつも何見る。俺めっちゃ安全だ。お前何。俺見る。いい、それいいとして。そうだよ。払うの。払わないの決めない。いや払わないといけない。ダメでしょ。やばいぞ。裁判って何ちょびして。めんどくさいことになってほしいから払った方がいい。本当にそう。本当に裁判とかやばい。差し押さえてやだもん。電話したら。確かに電話番号書いてあって。書いてあって。直接電話してる。怖いわ。いやだってもう直接言っちゃうしかないんだ。もう聞けんならもう。たぶん携帯とかいいんじゃん。たぶん行けるっしょ。さすがにやばいよ。そのまま行けるから。ガチだったら時間なしで行ける。そのままやっちゃって。いやもうしようもめんどくさいし。ちょ待って。あ、もうかけてんの。顔も電話でかけたらもうバレんじゃない。あ、じゃあ俺のかけるけど。やばい。俺確かに確かに。ねえ、なんでこうなんのさ。なんだよ、ピンクムービーって。あ、もしもし、なんか動画見てないんですけど、なんかめっちゃ高い金額の紙みたいなの着てるんですよ。あ、です。いや、いきなり裁判ってさすがにちょっとおかしくないですか。でもいや、あのこの1枚で知りましたよ、私は。もう最終とか言われても。いや、裁判はやばいですよ。裁判、オリさん、あの裁判はやばいです。裁判だけはやばい。さすがにちょっとおかしくないですか。でも19万は高いって。明日から裁判ですわ、裁判ですわ、裁判ですわ。今ドッキリちょうどかけられたとこなんです。かけられて今ネタバラし中なんです。はい、おうち19万8000円の請求かかっとんじゃん。この動画見てなんか言えお前は。ガチガチすごい。僕のいたずら心がマックスまで出てるんですけど、 ID あるじゃないですか、お客様 ID。 大文字だけ見てもらっていいですか。大文字ドッキリ。バカ野郎。もうね、3ヶ月前ぐらいから温めてた。いつやろいつやろって思ってても日曜日にやりたいっていうなぜかよくわかんないマインドがようやくできた。うわーすごい。大成功やろ。いや、本当にやばいかもしれない。自分にイライラしちゃって。こんなの見てねえんだよ。いや、違う、なんで見てねえとわかんないやつだよ。見てねえ。今回のこの盛大なドッキリ、さすがだなとか面白かったなと思った皆さん、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。何年ぶりよこれ。なんか言え。好きになった。
て信じたってどうせ恋なんてこの一歩が踏み出せない自分が許せない。